湯浅さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ライターの湯浅です。よろしくお願いします。はい、ではですね、早速2024年上半期に売れたデジタル製品とか、そのトレンドの中から象徴するキーワードを、3つ厳選して紹介していくという形でお届けしてまいります。2024年上半期ベストヒットデジタル編、いってみましょう。早速なんですけど、本題に入っていく前に、2024年のデジタル製品の業界を見た時に、全体的に何か言えるなとか、こう振り返ってみるとこうだったなっていうのはあったりしますか？はい、コロナ禍というものが幸い一段落してきたんですけども、ただそのコロナ禍の影響で始まった在宅ワークというものは残った、これは意外と在宅で行けるなってことが普及してきたからだと思うんですけども、なので在宅ワークするための機器や機材は未だに売れ続けているという気がします。なるほどなるほど。あれですよね、でも二極化してるっていうか、出社してる人は週 4,5 回出社してるし、在宅してる人も週 4,5 回在宅みたいな、中間層が減ってきてどっちかになってるみたいな感じがするんですけど、そうするとまたちょっとコロナ禍の時とは違うような製品が出てきたり売れてるっていうような感じなんですか？はい、そうです。前おっしゃったように1週間みっちり家でやるという人になると、これはもう専用の機器があった方が快適だし、あった方がいいなということで、本格的に在宅ワークをするための機器が増えてきていると思います。なるほどなるほど。他にも何かあったりしますか？ですね、これはちょっと悲しいことに災害が増えたので、災害に備えるタイプの製品が増えてきてまして、もともとアウトドアのブームでポータブル電源とかソーラーパネルといったものが増えてましたけど、今は災害時にもこれは使えるな、必要だなということで明らかに製品が増えてきて、なるほどね。ちょっとのっけから盛りだくさんの内容になっちゃったんですけれども、じゃあ早速キーワードの1個目いってみたいと思います。1つ目のキーワードは耳を塞がないデバイスです。これはオーディオ系の製品ですかね。まず僕からデータ面でお話しすると、代表例としてはファーウェイフリークリップという製品がありまして、こちらクラファンサイトのグリーンファンディングで累計支援額が5800万円になるなど、かなり大きな支援金額を集めていますという感じなんですけれども、この耳を塞がないデバイスっていうのは、そもそもどういうデバイスなんですかね？今までのイヤホンって耳を覆ったり、耳穴に差し込んだり、とにかく耳を塞ぐんですね。で、そうでないイヤホンっていうことなんですけども、そのために3つくらい形状があって、1つはイヤーカフ型といって、アクセサリーみたいにここにこうつけて、ここで音を出す。ぶら下げるみたいな。ぶら下げる。2つ目は骨伝導型。骨にくっつけて骨ごと鳴らすっていうタイプ。なんで耳穴に入れる必要がないですね。で、3つ目が耳掛け型、メガネのつるみたいに耳に引っ掛けて、ここからイヤホンユニットを垂らす、そこで音を鳴らすというもの、その3つが主流ですね。なるほど。ここなんかいろいろな種類があるようなんですが、なんでここまでこの耳を塞がないイヤホンが売れたりとか注目を集めているんでしょうか？単純なメリットとしては当たり前なんですけど、外部の音を聞きやすいっていうことで、例えばトレーニングジムで使っている時とか、外出中、運転中みたいに、外の音が聞こえないと危ないことがあるんですね。でも音楽は聞いていたい、そういう時に便利だということ、で、2つ目がですね、耳とか耳穴が圧迫されないって蒸れないので、長時間つけてでも不快感が少ない。これはさっき冒頭で話したこととちょっとつながるんですけど、家でずっとオンライン会議をしているとかですね、一日中つけているといった、あと長時間のドライブですかね、それから長時間つける用途が増えてるんですよね。で、3つ目は鼓膜に優しい、これは何年か前からですけど、イヤホンをつけすぎてて難聴になるっていう、イヤホン難聴がちょっと問題になってるんですけど、耳を覆わないイヤホンはちょっと離れたところで鳴らしているので、比較的鼓膜に優しいのではないか、なるほど、ということが挙げられますね。そういうオンライン会議の普及だったりとか、 AI の普及だったりとかっていうような、社会変化と密接につながりつつ出てきているというような感じですかね。そうですね。ありがとうございます。イヤホン以外にも売れた製品っていうのがあるということでしょうか？そうですね、これは一つの製品なんですけど、ミライスピーカーっていう製品がありまして、これは今もうとっても売れている
政局ですね。僕の手元の資料では、ミライスピーカー2020年5月の発売以来、累計販売台数が20万台を突破しているというようなデバイスで、このミライスピーカーというのはどういうデバイスなんですか？これはテレビの外付けスピーカーなんですけど、イヤホンジャックにつなげて、テレビの横にポンと置いとくんです。そうすると部屋中にテレビの音が広がる、特に人の声がはっきり聞こえるようになるっていう製品でですね、Bluetooth のスピーカーとかと違って、ペアリングみたいなのもいらないし、イヤホンジャックに挿したらいいんで、コンセントつないで、ボリュームつまみで調節すればいいだけの製品ですね。なるほど。これを使う人ってのはどういう人なんですか？例えば耳がちょっと悪くなって、人の声が聞きづらくなった、かといって家族がいるんで大きな音で聞くと、の部屋とか、家の他の人に迷惑だ、という方に特に受け入れられているようですね。なるほど。ちなみにこのミライスピーカーは3年以内に累計販売台数100万台を目指すという計画も立てているので、今後競合モデルが出てきたりとか、もっともっと一般家庭に普及していったりもしそうですね。はい、そうでしょうね。なるほど。では続いてのキーワードに行ってみます。2つ目のキーワードは大企業の攻めたデバイスということで、なんか割とふんわりとしたキーワードなんですけれども、どういったデバイスが該当するんですかね？今まではアイデアが奇抜なものとか、いわゆるスタンダードな商品じゃないものって、やっぱり小さな企業が出すとかっていうことが多かったと思うんですけど、それを今いわゆる大企業がそういう攻めた製品を出しているという傾向がちょっとあるんですよね。例えばですね、キャノンのプライバシートークっていう製品がありまして、普通の不織布のマスクみたいな形状なんです。でだけどこれイヤホンマイクになってまして、口元にマイクがあって、でイヤホンもついてて、何ができるかっていうと、外からの雑音を遮断して、自分が喋った言葉が外に漏れないようにというイヤホンマイクなので、周りに人がいてもオンライン会議がしやすいんですよね。なるほど。このプライバシートークは、幕開けのプロジェクトとして最初スタートして、総額1000万円を突破するプロジェクト支援を受けてますと。あと、日経トレンディの2024年ヒット予測ベスト30の6位にも入っているということで。そうですね。はじめに冒頭で言ったように、オンライン会議する人はもう毎日してるような状態になって、そうすると出社しなくていいのはいいんだけど、オンライン会議する場所を探さなきゃいけなくなってるんですね、自分で。なるほど。でボックス型のプライベートオフィスが増えたのも多分その影響だと思うんですけど、そこもいつ空いてるかもわからない、費用もかかるので、一層自宅やカフェでやる時に快適に、他人に迷惑をかけずにできるという商品がヒットしてるんでしょうね。なるほど。この他にも大企業初の攻めたデバイスっていうのはあるんですよね。これはちょっと白物になっちゃうんですけど、日立の冷蔵庫でチールっていう、ありますね、ビジホにあるようなサイコロ型の小さい冷蔵庫があって、そもそも売れてるんですけど、それをですね、家具メーカーからカリモクとコラボして、デザインをカリモクが担当したウッディなかっこいい冷蔵庫があるんですね。それはこのチールっていうのが、もともとはキッチン以外のところにも冷蔵庫を置こうじゃないかと、ベッドサイドとかリビングとかっていう製品なんで、それがウッディな家具調になってるっていうのはすごくいい試みだと思ったんですよね。でこれも実際にものすごく売れてる製品ですね。なるほど、なるほど。このカリモクとのコラボしたやつはコンセプトモデル、コンセプトモデルだけど、この元々のチールは、ヒットしてますよね。セカンド冷蔵庫と呼ばれるジャンル自体もヒットしていたので、でもその家電×インテリアメーカーっていうようなタッグを組んでものづくりを行っているっていうところが変わってきているというような。そうですね。面白いなと思いました。なるほど。僕もなんか、取材していてエピソードがあって、同じく日立なんですけども、AR 機能搭載のスティック掃除機のコンセプトモデルを作ったんですね。掃除機にカメラをつけて画面があって、掃除しながらどこが綺麗になったのかとか、ここが重点的に汚れてるからやるとこう敵を倒したみたいな、ゲーム性を持たせたようなのがあっていて、でこれがですね、有楽町にあるベータで展示されていたんですよ。でオープンな施設なんで、一般の人がこう触って体験できるようになっていたので、
白物家電の王道商品である掃除機をそんな風にまずコンセプトモデルとして見せて、しかも触れるっていうのが非常に珍しかったので、はいはい、確実に、まあ、特に日立はそのものづくりが変わってきてるのかもしれないですね。あの仮木の さっきの冷蔵庫も、うん、展示を仮木のショールームに入れして、そうやって人にとりあえず使ってもらって、うん、フィードバックを受けながら作っていくっていうのがちょっと新しい作り方かもですね。なるほど、なるほど。クラウドファンディングじゃない領域でももうそれが当たり前になってきているっていうことかもしれないですね。はい、そうですね。なるほど。ありがとうございます。じゃあ最後のキーワードに行ってみたいと思います。3つ目のキーワードはカメラの多様化ということで、このキーワードはですね、編集部からの提案という側面がありまして、私からまずどういうことかというのを説明させていただきます。まあ、いろいろカメラが今出てきてますと、ちょっと紹介していくと、まずカメラメーカーとしては最新作としてリコーの GR3 だったり、富士フィルムの X100M6 っていうのが完売していて、 GR3 自体は発売が結構前なんですけど、今年になってもう一度完売しちゃったし、4月に出た派生モデルの HDF も完売していて、現在も在庫がない状況が続いているというようなところで、まあ伝統的なカメラメーカーの新作だったり尖ったモデルっていうのが売れていると。で次にスマホですね。スマホでこの上半期カメラ性能に非常に長けたモデルがたくさん出ました。ライツフォン3だったり、シャオミの14ウルトラ、Xperia 1M6、Galaxy の S24 ウルトラなんかもそうだと思うんですけれども、もともとカメラを歌っている Xperia とか Galaxy はありつつも、ライツフォンとかシャオミの14ウルトラっていうのはライカのカメラがついていて、まさにカメラにスマホがついているような製品っていうのが、話題になったし結構売れていると。で最後にこれはちょっと違う観点なんですけど、今古いデジタルカメラが爆売れしてますよね。2000年代ぐらいに出た、今と比べるとすごいスペックの低いカメラなんだけれども、エモい写真が撮れるということで、結構中古で入荷してもすぐ売れちゃうような状況が続いていると。岩瀬さん、なんでこんな状況になってるんですか？これはですね、 SNS じゃないかなと思ってて、写真を人に見せる機会が増えて、たくさん写真を撮るようになって、で一つは、それで写真が好きになって、もっとちゃんと撮りたいっていう人もいると思うんですけど、大きいのはやっぱりバズりたい、フォロワーを増やしたいという観点からは、人と同じ写真を撮っているとそうはならない、何らかの差別化をしなきゃ、そういった何か要素を加えたいということで需要ができているんじゃないかと思います。なるほど。このカメラの多様化はなんかまだまだ続きそうです。なんか一つに集約していくというよりは、写真とかそういうカルチャーがもっともっと花開いていくっていうような感じはしました。そうですね、多様化していく感じですね。広がっていくなというふうに思いました。というわけで最後に振り返ってみたいなと思うんですけど、2020年上半期のベストヒットのアイテムはこんな感じとなりました。下半期もね、今日は話出てこなかったですけど、 Apple Vision Pro なんてのもやっぱありましたから、下半期もいろいろな商品が出てきて非常に注目かなと思いますので、チェックしていきたいなというふうに思います。それでは岩瀬さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。この番組はですね、トレンドの深掘り方面で動画を撮っていったんですけれども、6月24日発売のゲットナビの8月号ではですね、商品にフォーカスしていろいろな上半期売れたものを紹介しておりますので、ぜひそっちもチェックしてみてください。というわけで皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。